うん、なんかすごく嬉しいです。なんかありがとうね、みんな。そうやってたくさんメッセージをいただいたり、スーパーチャットをいただいたわけなんですけど、そう、始める前にね、ちょっと別のいいお知らせというか、すげえお知らせがあって、なんかすごいって言って、プレゼントの量がやべえっていう。まだうちには届いてないんですけど、マネちゃんから、フレアさん、ちょっとプレゼントの量がやばいですって。っていう、連絡をいただきました。とりあえず、急いで倉庫を借ります。ちょっと急いで倉庫を借りないといけないかなと思っています。で、ざっくり言うと、トラックそんなに多くない、そんなに多くない。けど、でも結構やばくて、去年の、3.5 倍ぐらいの量、去年も結構多かったんですよ。お米とかなのかな今年もお米とかなのかな、あれ、なんか待って。今年、みんな仕送りした、みんな私に仕送りした、去年のクリスマスは、あ、クリスマス、去年の誕生日にいただいたやつは、なんかさ、みんな女の子に送るさ、プレゼント、私、マリンとかさ、ノエちゃんの言ったらさ、必ずよく見かけた、ハーバリウムみたいな、一個もなかったんだけど、今年はあるかな微妙に楽しみにしてます。今年、どれくらい、みんなが仕送りしたり、ハーバリウム送ってくれたんだろうって。ごめん、なん、違うのかよもう違う、あ、紅茶、え、紅茶嬉しい、ありがとう。そう、なんか、みんなからプレゼントが届くのをすごい楽しみにしているんだ。ちょっとでも、さすがにうちの床が抜けるかもしれないので、ちょっと倉庫を、ちょっと急いで倉庫を借りないと、近場の倉庫を借りたいと思っている。っていう、取り急ぎみんなにね、プレゼントがたくさん届いているよっていうことのお知らせがしたかったなと思って。そう、だからさ、そういうね、誰かヨガマ送ってねえだろ、さすがに。